こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、税務相談 Q&A、一人会社設立、雇用保険の加入、必要というテーマですね、お話ししていきたいと思います。では、今日の質問内容になります。これから法人を設立して、賃貸物件を購入する予定です。会社は代表者、私、一人です。給与の支給を受けるので、社会保険に加入しようと思っていますが、雇用保険にも加入するのでしょうか、こういった相談内容になっております。でこのチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まずですね、一人会社であったとしてもですね、給与を払うのであれば、社会保険の対象にはなりますよということになってきます。一人会社でも社会保険の対象にはなるんですよ。じゃあ、雇用保険も対象になるのかどうかというところですね。ここが今回のポイントになってきます。じゃあ、この雇用保険ですね。雇用保険というのは一体何なのかというとですね。労働者が失業して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために、失業給付などを支給する保険ですよというふうになっております。失業しちゃった場合のですね、失業給付とかを支給するための保険なんですよ、ところだというところですね。つまりこれ誰のものかっていう話なんですよ。誰のものかっていうと、労働者なんですよね。労働者。雇用保険は労働者を一人でも雇う場合に加入が必要になりますよというところになってきます。じゃあこの一人会社の場合ですね。一人会社。しかもこの一人会社というのは役員じゃないですか。役員に、という話なので、この会社の役員というのは労働者ではないんですよ。だから、役員だけの会社というのは、雇用保険の対象ではないというところですね。まあ、従って取締役などの役員は原則加入できないと。まあ、加入したくてもできないという話になってきます。ただし、使用人兼役員という立場であれば、加入できる場合がありますよと。つまり、役員という立場でありながら、使用人という立場でもありますよというものですね。この場合は加入ができますよということになってきます。で、逆に言えば、役員、入れなくても入れないというところになりますので、この失業した場合の所得保障がないという話ですよね。つまり、守られてないというところになりますので、そういった役員ですね。だから民間の保険なので、保険をかけて、置くということもですね、検討した方がいいんじゃないですか、というところになってきます。まあ、つまり、負担もないけれども、保証もないと、いうことだということですね。つまり、経営者というのは、自分で自分の身を守るしかないと、いうところですね。自覚した上で、やっていただくと、いうところになってきます。